はいつみえやきこんにちは大西です今日はトークをしたいと思いますうわお豆明が森になっていますはいこれも食べていいよねさすがにはい今日ちょっとラーメンに入れて食べたいと思いますめっちゃ楽しみですはいではですね今日は英語って s i m p という話をしたいと思います もちろん私たち日本人にとっては日本語の方が得意ですよね。当たり前ですよねだって日本語ネイティブだからそれは当然のことでいいんですけどただフラットにね普通に言葉として日本語と英語って見てみた時にやっぱり英語ってすごい寸法だなって思うんですよね。 うん、今日は英会話学習を日頃されていていろいろね情報が増えてきてあーやっぱり英語って難しいなーって思い始めた時にちょっとこうリマインドとしてですね英語ってやっぱり先方だよっていうお話をしたいと思います。 まず、まあ、二つちょっとお話ししたいんですけど、一つはですね。英語は語順があるってことなんですね。だからこそ、戦法ってことなんですね。これに対して、日本語には語順がないですよね。例えば、今日カツ丼を食べたっていうお話をしたいとしてですね。はい。私だったら、今日食べたカツ丼っていうかも。でも、あなただったら、食べたよカツ丼今日っていうかも。 っていう風に日本語ってその人のキャラクターとかその人の気持ちで語順がめちゃくちゃですよね。 はい、そして主語もなかったりしますよねいちいち私はとは言わないじゃないですかね、そんな感じで日本語ってものすごくグレーゾーンが多いものすごく多様っていうことなんですよね語順も違うし言い回しも違うしバンバン省かれて話すわけですよこれを外国語としてやるってなったらもう果てしなく難しいなって思うわけこれに対して英語って I ate カツ丼、today ですよね。もう語順が決まってるわけですよ。あらかじめ食べたのは私以外何者でもないので愛しかないんですよね。主語から始めるって決まってるので主語動詞から並べればいいって決まってるんですよ。あなたでも私でもね。だからあらかじめカチッと決まってるってことがすごく取り組みやすいと思うんですよね。まずはそこでこの愛についてちょっと今日注目したいんですけどね。 まあ私ですよね日本語で自分を表す言葉ってどれぐらいあります普段使うの私でしょあたしでしょわたしでしょ他にはわし、われ、おい、わいい <laughs> なんかね男の人だったらありますよねあとなんかこう謙譲語みたいなのを入れた小生とかね目上の人に対して使ったりしますよね なんか男の人がね、まあ、そんな感じであと自分の名前で言う人もいいじゃないですかね秋ねみたいなそれも全部自分を表してますよねそんな感じで日本語って私自分を表す単語もめちゃくちゃあるんですよね。そそしてそれを 誰に話すか、目上の人に話すかとか、ねどんな場で話すか、カジュアルな場なのか、ビジネスの場なのかとかって、それで言い分けてるんですよね。すごくないでも英語考えてみて、自分を表す単語って、愛、のみ、びっくり、1個しかないんですよ。この差すごくないですかだから もしあなたが今英会話学習をされていて英語ってやっぱ難しいなってもし思ってきたらそれはね単なる情報が今増えてきて新たなことに挑戦してるからそう思うだけであってよく考えて英語っっって自分を表すすす言葉愛しかないいんででよもうびびくくりびっくりですはいそれぐらい英語ってシンプルっていうお話なんですね。はいということで今日もリラックスしていきましょう。Thank you for listening. See you next time. Bye!